竹雄中央公園は、福井県越前市高瀬2丁目にある、運動公園。1952年、当時の竹雄市で開催された第一回、竹雰岐人形の会場として整備されたもので、同年10月18日に、都市計画決定された。その後、敷地内には、陸上競技場や、野球場、水泳場や、低球場、球道場や、体育館などが整備され、 文化施設も設置。さらに、各種の遊具も置かれるなどして1971年3月31日に、教養開始。毎年5月には、チビッコフェスティバルが、10月から11月にかけては、竹吹き人形が催されており、多くの来場者を集める。2018年に開催された第73回、国民体育大会の会場の一つとして、一部施設の、 移転などを含めた再整備計画が進められ、福井幸せ元気国体の開催前年2017年にリニューアルが完成した。2020年秋から2021年春を予定に、第70回竹富岐区人形開催のため、屋内展示場のリニューアル工事を実施する2021年から2022年を予定に、竹尾中央公園遊具リニューアル工事を実施する。 観覧車が老朽化により取り壊し、新しい遊具を新設する。また、他の遊具のデザイン変更を、リニューアルを行う。どちらとも2022年には終了する予定。太字は2017年のリニューアルに伴って、整備された施設、あるいは新たに開業した施設を表す。2019年4月1日より、越前パークスが指定管理者として、 公園管理を行っている。竹尾中央公園内の観覧車大型遊具として1978年には観覧車が設置された。なお、この観覧車設置以前にはさらに小さな観覧車が置かれていた。1978年に設置された観覧車は、ゴンドラ16基最長部までの高さ38メートル、直径32メートルで、危機更新を繰り返しながら、 最終的には、福井県で唯一の観覧車となり、竹吹岐区人形期間中及び大型連休期間中に限定して稼働されるようになった。2020年度の越前市による大型遊具の老朽化対策の検討で、2021年中に観覧車は廃止されることになった。観覧車廃止後は、支柱部分を残して新たなシンボルとなる遊具を2022年度までに、 整備する方針である。ありがとうございます。